Hi everyone, it's Hiroko from Asian Boss. It's been a few weeks since the tragic Kyoto Animation arson attack in Japan that kills 35 people. Kyoto Animation is one of the most influential anime studios in Japan. While there has been a lot of coverage on this news, we felt as tough it looked the perspective of the locals who were directly impacted by the incident. So how are the local citizens dealing with the aftermath? Our reporter Anli hit the streets of Akihabara to find out.いきなりになっちゃうんですけど、はい、もうかなり話題になってるのですでにご存知だと思うんですけど、はい、あの京都アニメーションで起きた事件については聞いてますか？はい、あ、それはそうですね、ニュースです、はい、あ、知ってます。で、結構海外の視聴者さんとかもいて、知らない人のために具体的にどんなことがあったか説明していただけますか？なんか放火されて、なんかその逃げ場がなくて、人がたくさんドミノ倒しみたいになって人が倒れて亡くなっちゃったっていうのは聞きました。京アニの方に恨みを持つ人が、うん、あそこに放火して、で35人の方が亡くなったっていう、ちょっと悲しい事件ですね。自分の書いた小説か何かと、あとその京アニのなんかのアニメで出てきたキーワードが全く同じ言葉で、なんかパクられたかなんかで勘違いしてやったんじゃないかっていう、まあ、予想というか考察になっちゃうんですけど、それも聞いてます。今のところ日本国内でのその人たちの反応っていうのはどういう感じですか？はいはい、の犯人に対しての怒りだったりもありますし、そこでやってた監督さんとかも亡くなってますから。そうなんですね。はい、それでやっぱりちょっと残念って思ってる方がいい、いっぱいいらっしゃいますね。はい、あの一番その日本においてのテロに近いっていうか、その戦後最大と言われるぐらいっていう風にニュースで言ってて、怒りもあったり、やっぱり悲しさの方が大きいですかね。やっぱり大きい会社で、もうすごいいろんなものを、ね、あの代表的なものを作ってきた方たちが大勢亡くなってしまったので、やっぱり悔やみきれない気持ちだと思います。ちなみにじゃあ日本でこう大量にこう殺傷事件が起こることについてはびっくりしますか？あ、それは驚きますね。じゃあ逆にじゃあどれぐらいの頻度で起こるようなことなんですか？はい、まあ一応半年に1回ぐらいはそういうのがあったりするのかななんていうのはありますね。いや、そうですね、日本はやっぱり比較的平和な国で、海外よりもテロとかそういうことが起こらないので、やっぱり結構衝撃を受けてますね。それこそ10年に1回ぐらいのことですね。いや、最近安心じゃないですね。最近あの殺人とかそういうニュースが多いんで、でも他の国から比べれば少ないんで、まだ安全かなと思いますけども、何が起こるかわからないんで、今の時代はだからちょっと気をつけた方がいいとは思います。そういう動機があった上でそういう犯行をしたわけじゃないですか。それについてはなんかどう思いますか？なんかそういう理由があったとしても、ちょっと、まあ、あの感情的になりすぎたな。他に何かやる、なんか犯人も別に殺す、殺すまでいかないで、なんか例えば裁判を起こしてみるとか、なんかいろいろ他にもやり方があったんじゃないかなと思います。盗作っていうのが真実であれば、原本が自分の手にあって、その盗んだアニメっていうのがこれですって両方提出して法律で裁いてもらうっていうことができるはずなんですよ。彼が本当にすごくいい作品を書いて、この京アニにぜひとも僕のこの作品を見てほしいっていう気持ちでそれを盗作されたんだったら、うん、そういう犯行に及んでも仕方ないのかな、仕方ないでは片付けられないな、でも彼の気持ちは分からなくはないです。まあ、犯人にはどういう、まあ、罰が下ってほしいと思いますか？まあ、極論から言えば檻から出てきてはもらいたくない。あの無差別、恨みがあったとはいえ無差別に人を殺してるわけだから、遺族の方の気持ちを考えたら、まあ、死刑になるだろうなと思いましたけど、本当にそれ相応の痛みを与えてとかいうふうなことをよく日本の国民の方からよく目にしたので、ちょっと日本にはちょっと死刑が公主刑しかないんですけど、まあ、もしあるんだったらこうちゃんと35人殺したっていうことはそれ相応の罪を償ってからっていうのが一番いいのかなって思っちゃいます。日本のアニメ界でやっぱり、はい、京都アニメーションってどれぐらいこう重要な会社だったと思われますか？かなり、かなり、そうですね、大きい会社だったので、
一番有名レベルで有名だと思います。重要というよりも大切な会社ですよね。一つがなくなっちゃうとそのジャンル一つが欠けちゃうっていうので、幅が一つ減るっていうのはもったいないことっていう。日本アニメーターさんの年収は約110万円くらいしかもらってないことが分かったんですけども、それについてはご存知でしたか？いや、知らなかったです。まあ、アニメーターがやっぱり稼ぎが少ないっていうのは知ってました。アニメーションやってる友達がいるんですけど、彼は本当にそれじゃ食えないから、やっぱりもういろいろ作品頑張って書いてはいるんですけど、まあ、才能がないのかもしれないけど、彼なりに頑張ってるけど、やっぱりそれが仕事につながらない。で、やっぱり仕事だって言われてもギャラがすごく安い。アニメ界はまあ確かに成長していて、今までよりもお金もあるはずなのに、一番受け負いのアニメーターさんのお給料がまだ低いのはなぜだと思いますか？それはやっぱり搾取じゃないですか。搾取だと思いますよ、会社側の。やっぱりそれに対してその末端の人間が、なんだろう、それに対してこう抵抗しないんじゃないかな。無料配信だったりとか、まあ、なんていうんですかね、見ただけで、まあ、それで終わってしまうとか、そういうのもありますからね。そうなってくるとコンテンツ自体がやっぱりちょっと生きてこないというか、はい、日本って外国からは結構アニメの文化で知られてるのかなっていう風な勝手なイメージがあって、だからこそこうあんまりコストを高めないで、低いコストでたくさんのアニメを世に生み出そうとしてるから、だからこそ社員の一人当たりの給料が白球になって、こう詰め詰めでやってるんじゃないかなって。今その日本では大体どのようなサポート、はい、例えば募金活動だったりとか、はいはいはい、具体的になんかどういうところでどういうことをやってるかとか知ってれば。なんか YouTuber さんがその100万円とかをその募金するとか。ネットのニュースで見たんですけど、1000万以上、あ、違うね、億かな、億単位で確か募金の金額が集まったっていうふうに聞いたことが、はい。ツイッターで見たのは、何十万とかを募金箱に入れてきたみたいなのを、すごい。一般の人が、アニメ好きな人が。これまでに京アニと被害者さんの、はい、被害者の方々の、はい、海外からたくさんのクラウドファンディングなど募金活動が行われているんですけれども、はい、その海外の人たちに向けて、何かそういうふうにしてくれている方たちに向けて、はい、かけたい言葉とかあったら。アニメに対する思いはやっぱり日本がやっぱり主流って言われてるんですけど、でもなんか海外の人がに一番多分愛されてるので、感謝の気持ちしかないですね。はい、海外からいろんな国から支援を受けるのもやっぱなんかありがたいことだし、だから今度は海外で何か起きたら、まあ、日本からも支援してあげたいなとは思います。この日本の文化のアニメを愛してくれて、でさらにそういうふうに支援も行っていただけてるのは本当にありがたいことだと思うので、まあ、心からありがとうございますという気持ちですね、はい。At the time of this interview, the suspected arsonist was still hospitalizedand unable to question by the police. So we will no doubt learn more about his motive as the situation unfolds. On behalf of Asian Boss community, we would like to express our deepest condolences to the family members of the deceased. If you'd like to make a donation, please do so. We will leave the donation site links in the description below. Thanks for watching, and as always, stay curious.